ただいま午後2時22分になりましたので、休憩前に引き続き会議を再開します。日程第2、議案第46号忍者市宣言についてを議題とします。当局の説明を求めます。市長。ただいま上程の議案第46号忍者市宣言について宣言文の朗読をもって説明とさせていただきます。私たち伊賀市民は、伊賀市が忍者発祥の地であることを認識し、忍者の歴史文化や精神を継承するとともに、忍者を生かした観光誘客や町づくりを行うことを目指して忍者市を宣言します。宣言を機会に、今後さらなる忍者を生かした地域づくりや情報発信を行っていくこととします。今回の提案にあたり、全世界に情報を発信すべく英語による宣言文の朗読もさせていただきたいというふうに思います。 I'd like to tell all the people in the world This is the declaration of Ninja CityThe Ninja City Declaration. We, the citizens of Iga City, recognize Iga to be the origin of the ninja and are the inheritors of its history, culture, and spirit. Pledge our commitment to the creation and promotion of the tourism project and to the development of our city and its community. Therefore,We hereby proclaim Iga to be the Ninja City. では以上、よろしくご審議をいただきますようお願いいたします。説明に対しご質疑ありませんか。安本美恵子君。一点確認の意味も込めまして、質問をさせていただきたいと思います。観光立市を目指す伊賀市、そして交流人口増を目指している伊賀市にとりまして、ただいまの市長の提案は大変素晴らしいものであると思います。で、私たちは今こうして、大変盛り上がっておりますが、しかし市民ファーストという視点から見たときに、市民の皆様方に行政はどう周知をしていただき、そしてお一人お一人市民の方々がすべて市民総ぐるみで国内外に発信することが望ましいと思います。そこで今後市民の皆様方にどのような方法でもって周知していただきますか、その術をお伺いをさせていただきます。市長。ご質問をいただきました。どのようにして私たちの市民に周知をするかということでありますけれども、一つ大事なことは、私たちの町は忍者の町であります。9万市民ほぼ忍者と言っていいというふうに思います。今日こうしてここで宣言をしたら、明日の朝にはおそらく皆さん、その連絡も持って、周知を図れるかと思いますが、しかしこれからですね、4月になりますと忍者フェスタというのもございますし、いろいろな機会を通じてですね、私たちが正当なこの伊賀忍者の文化、歴史、そして価値観を継承する人間であるということをですね、それぞれが発信していくというようなことをですね、ぜひぜひ進めていきたい。私たちすべてがこの忍者の文化を担っているんだということでですね、訴えをしていきたいというふうに思っております。また対外的にもですね、いろんなところで予算をつけてありますので、ぜひぜひまた審議をよろしくお願いいたしたいというふうに思っております。ありがとうございます。了解。他にございませんか。田山博也君。少し忍者宣言の中身について具体的なことをお伺いしたいと思います。
この宣言の中に忍者を生かした観光誘客や町づくりを行うことを目指すとあるわけでありますけれども、具体的な取り組みとして例えば恒例であります忍者フェスタに何かを加えていこうとするのか、また新たな忍者の取り組みをされようとするのか、この宣言にあたっての具体的な取り組みについてお考えがあればお聞きをさせていただきます。市長、まあ、ご指摘のところが大変これから一番重要なところであろうというふうに思います。宣言をしてとにかくこの伊賀がですね、この忍者の聖地であるということを認識した上で私たちは何をしていかなければいけないかというと、やっぱりそうして訪ねてくださる方々をしっかりとこのおもてなしをその忍者文化でしなければいけないわけであります。まあ、先ほども申し上げましたけれども、忍者フェスタフェスティバルというのがこの4月5月連休にありますけれども、これをですね、その期間だけではなくて周年において1年を通じていつでも来ていただいた方にお楽しみいただけるようなそんな催しといいますか仕掛けをですね、今観光協会さんとですね一生懸命考えて、そしてまた少しずつそんな動きをやっておりますので、これを町中に広めていきたいなというふうに思っております。それとあとはやはりこれからの観光というのは体験型ということが大事になりますので、そんなこともですねもっとフィールドの中でできるようなことがないか、しっかりと知恵を絞ってそして実現をしていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。他にございませんか。ご質疑なしと認めます。お諮りします。本案は委員会付託を省略し討論に入りたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は委員会への付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。ご意見ありませんか。ご意見なしと認めます。どこや。あ、安本美恵子君。賛成の立場から意見述べておきたいと思います。まあ、この忍者市宣言を機会にですね、さらに忍者について、観光客並びにまた研究者等々も伊賀市にお越しいただくと思うんです。で、関係の方だけではなくして市民すべての方々が心からお迎えをするもてなしの心、その教育が我々伊賀市民に課せられていると思いますので、それぞれの分野で各界各層にわたってその気持ちを醸成していきますようにみんなで努力をしていきたいものだというふうなことを思っておりますので、まあ、そういう意見を述べさせていただいて賛成の立場を取ります。他にご意見ありませんか。ご意見なしと認めます。よって採決に入ります。議案第46号忍者市宣言について可決することに賛成の方の起立を求めます。全会一致であります。よって議案第46号忍者市宣言については可決されました。以上で本日の議事日程は終了しました。本日はこれをもって散会します。ご苦労様でした。